小沢さんの政治資金の問題が、まあ、随分話題になって、基本的にこれは検察庁の特捜部が、東京地検特捜部が捜査をしているので、本当のところはどうなっているのかってよくわからないんですね。ただ今回はその僕が経験している中では異常なほど、そのいわゆる検察情報、取り調べの情報、その容疑者がですね、こういうふうに供述をしたとかね、そういうことは普通出てこないんですけど、今回はものすごくバン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 出てきてる。でそれを僕らは新聞などで読んで、で新聞は基本的だから、そういう状況になるとですね、特捜部の味方に立って新聞原稿を書くから、もう新聞読んでる限りはですね、まあ小沢一郎なんか政治資金でなんかおかしいことがあるんじゃないかというようなイメージを持ってしまっていますよね、今ね、国民は。だから説明責任、説明しろと、とかいうのは 90% とかなんとか、まあ世論調査で、それから内閣支持率も下がっているということだと思うんです。その背景はもう、まあ、メディアが完全に東京地検特捜部の捜査の中に取り込まれてしまっている、もうちょっとこう客観的に、両方の言い分を話していれば、書いてれば違うんだろうけども、東京地検特捜部の話で、東京地検特捜部は、まあ、捜査してるから当然小沢一郎は問題があるという、そういういわば想定でやってますからね。そうすると想定に全部メディアが乗っかって書いてる。だそれはちょっとあまりにもひどいんじゃないかと言って、僕はちょっと昨日はそういうことを東京新聞の人が論説で書いてたので、情報操作をね、あんまり僕らがされないようにちゃんと見ていった方がいいんじゃないかということを、まあ、言いました。特捜部対政権党の幹事長ナンバー2のがっぷり四つで、小沢さんは断固戦うと言ってる。東京地検だって、そういう捜査をしている以上は何らかの、なんか何にもないのにやってるわけないから、ある程度の証拠とかそういうものは握ってるでしょうから、どっちが本当なのかよくわからないけれども、最終的にはどっちかが傷つく、ね、間違ってた方が最後は責任取らなきゃいけない。で小沢さんがもし間違ってたので、特捜部が言う通りだったら、やっぱりそれはもう自民民主党の幹事長は辞めなきゃいけないと。一方特捜部が眼鏡違いで、見込み違いで、そのね、小沢さんが言う通りに、その自分の親から相続したお金だったということになると、これだけ騒がしてるわけだし、しかも国会の前に、国会の審議にすごい影響が出てるわけだね。そういうことをやった特捜部も責任を取らなきゃいけないので、おそらくそれに許可を与えた検事総長とか高検の検事長とか、まあ、検察庁側の責任者も、責任もトップもですね、責任を取らなきゃいけない、まあ、どっちが取るのか、もう本当にがっぷり四つの、本当に最近では久しぶりに政治権力とその司法権力ががっぷり四つで食うか食われるかという、まあ、血みどろの戦いを始めたという点ではね、非常に興味深い、どうなるかということです。